続いては前田さんのお天気コーナーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、ゲストがあまりにも多くて自分のマイクないんじゃないかと思ってありましたよかった、つけてもらえた。すみません、お邪魔しております。いや、よろしくお願いします。見慣れない方いらっしゃいますね。いや、そんなね、すみませんね、似つかわしくないんですけど、この時間にテレビに、この短い時間にも随分馴染まれてね、もうレギュラーかと思いました。馴染んでるといいんですけども、はい、この後どんどん馴染んでいただきたいと思いますが、はい、あのお一人いらっしゃなくてちょっと心配なんですけれどもね、番組は普通に進行させていただきたいと思います。毎週木曜日はサンテレビガールズさんと一緒ということで、今日登場していただきますのは宮内さんです。はい、サンテレビガールズの宮内愛子です。前田さん、前回私車庫入れを成功させたいと言っていたんですが、実はまだ失敗する恐怖でできていないんです。頑張るよ、夏までには成功させたいです。できるできる。そして本日はこの方に来ていただきました。はい、どうもバクトビバッタです。よろしくお願いします。あれ、なんでお願いします。いや、もういい天気ですね。大丈夫？現在の空の様子は桐生さん、いかがですか？もう素敵な空で、あの、得点をつけるとしたら星二つみたいな感じでございます。元気だね。星二つの天気でした。手元の温度計ではおよそ22度となっています。すごい、ところで桐生さん、夏本番を迎えるまででも紫外線が強く、 UV ケアって気になりますよね。気になるよね。何か対策はされていますか？引きこもる、もう出るなそもそも浴びない、それが一番だと思います。ライブの時とかはどうされてるんですか？逃げるように吐ける、本当最近猛暑やばいから、ライブフェス行く方気をつけてね。日傘してね、日傘ちなみに私は日焼け後のスキンケアを徹底しています。スタジオの皆さんは何か紫外線対策されていますか？なるほどね、そこにいたんだね。必要ありました？なんか邪魔してるだけのような気がしたんですけど。大事でしたよ、盛り上げてくれてましたよ。なんかもうコメントも全然役立たないやつ。温度差が良かったですね。いや、そう、良かった。本当ですか？確かに。いや、言うてもね、あれ表でされてたんでね、結構あの周りに響いてたと思いますので、いろんな方にアピールはできたかと思うんですけれども、はい、今日のキャンさんね、スタジオにいらっしゃいますけれども、はい、その UV ケアとかスキンケアとか普段何かされてますか？ UV ケア、まあまあやっぱスポーツ好きなんで、はい、そのゴルフとかスノーボードとか。あ、一緒。あ、そうですか。本当に一緒です。ご趣味は。じゃあライブ終わったら行きましょう。あ、いいよ。3日後ぐらいには行ける。お、最短。もうフェイスマスクとかも、あの帽子もこうなんですか、こういうやつ。結構あのお嬢様が被ってる。目立ちますね。あんまりあの日焼け止めはあんまり塗らないですね。荒れちゃったりするんで、なるべく、まあ、塗らなきゃいけないときは塗りますけど、なるほど。今しっかり塗ってらっしゃいますけれども、今は、ね、メイクね、はい、野外フェスの時は塗りたぐってます。ね、その辺はもうあずささんの方がね、しっかりもう塗るのはお手の物かと思う。もう塗りたくっておりますね。あのキャンさんとどちらが分厚いかっていう勝負かなと思います。確かにいい勝負ですね。おそらくそれぐらいね、あの美白勝負にはなってますが、檜山さんが余計にこう焼けてる感が出てますよね。そうなんですよ、なんかね、急になんかあのなんかモニターが映ったと真っ黒やわっていう風になりますけど、色合いがね、このね、はいはい、いいショットですごい、はいはい、